2年前にね、エベレストトレッキング僕実は挑戦したんですよ。2018年の10月、11月ぐらいかな。でね、その時にね、僕、まあ、エベレストトレッキング僕トータルで3週間かけて行ったんですよ。3週間の、その後、カトマンズ、ネパールの首都で10日間ぐらい休憩した後に、アンナプルナっていうところ、ポカラっていうね、ネパール第二の都市があるんですけども、そこを拠点に行けるアンナプルナっていうところが、山があるんですけど、アンナプルナの周りを回るっていうね、アンナプルナサーキットトレッキングっていうのを2週間半ぐらいかけてやったんですよ。だからまあ、2018年10、11、12。で、だいたい今2ヶ月ぐらい僕トレッキング生活を送ったんですね。で、まあその時に僕、まあ今回アンナプルナの話を置いといて、まあエベレストトレッキング最初3週間かけて行って帰ってきたんですよ。道中で僕一回ね、高山病にかかってですね、これがね、とっても大変だったんですね。もうね、マジでね、高山病かかって、マジで登山やめるかどうかを考えたレベルか、まあやめるかどうかっていうか、その下山するかどうかを、真剣に悩んだレベルで結構体調不良に陥って、まあ結果的にね、その体調が元に戻って、要するに高山病を克服できて、まあそこから先はね、体が高度順応完全にできて、まあそれ以後高山病の症状っていうのは一切出なかったんですけれどもね、マジであれはねきつかったなっていう思い出があります。まあね、今日はねそれについてちょっとね、思い出を語ろうかなと思って動画作りました。でね、まあそもそもね、エベレストトレッキング、まあ標高高いじゃないですか。ベースキャンプでだいたい5400メートルぐらいかな。でだいたい人間の体の仕組み上ね、なんか4000メートル超えるとほとんどの人がね、高山病の症状出るらしいんですよ。少なからず。まあ、ひどい人もいれば少ない人もいるし。で、大体人間の性質上2500メートルぐらいから高山病の症状が出てくるらしいんですね。人によっては。で、もう僕はね、今回その高山病の症状が出たのが、標高で4300メートルぐらいかな。ディンドチェっていう町で、高山病の症状が出たんですね。で、通常その、4000メートル超えたら、まあ、大体の人間が高山病の症状出るから、それまでに、高山病の薬を、服用しといて、まあ、それで体慣らしとくみたいなね、ことをするらしかったんですね。まあ、高山病の薬って言っても、利尿作用の薬なんですけれども、まあ、要するに、たくさん水を飲んで、たくさんおしっこを出して、まあ、そういう、体内に酸素をとりあえずたくさん取り入れるみたいな。なんか水にも酸素が入ってるかみたいな話聞いたんですけどね。まあそんな感じで、まあたくさん水を飲むための、高山病の薬、利尿作用の薬みたいなものがあるんですけど、まあそれは僕は飲んでなかったんですね。で、その飲まないまま僕は4300メートルぐらいのこのディンボチェっていう町に行っちゃったんですよ。まあね、なんで飲まなかったかって、なんかやっぱ薬だしね、飲まないで済むんだったら飲まない方がいいのかなって僕の中で考えがあって、まあ、それでまあ何も飲まずに、その向かってたんですけれども、あとでその、リンボチェのそのロッチの人に聞いたら、いや4000メートル超えたら、まあ俺は大丈夫だけど、みたいな。その宿のスタッフの人はもうそこで生まれ育ってるから大丈夫だけど、まあ、大体の人は絶対に高山病の症状出るんだから、薬飲まないとダメだよ、みたいなこと言われて。そっかと思って。そっから僕4000メートル超えてる場所が基本的にずっと高山病の薬を飲んでました。で、まあそのリンボチェっていう町について、しばらくは大丈夫だったんだけど、リンボチェっていう町に、昼過ぎぐらいに着いたのかな。で、まあ無事宿も見つけて、まあそこでゆっくりしてたんですね。とりあえずあったかいもの飲もうと思って、なんかレモンティーみたいなのを頼んでガブガブ飲んでたんですよ。なんかね、体調に違和感を感じたんですね。別に吐き気とかはないけど、なんか倦怠感みたいなのがすごい体を襲ってきて、あ、これやばいかもしれないなと思って、高山病以前もなったことあるんで、どういう感覚かっていうのは分かったんですよ。いや、これはやばい。これ高山病来たかもしれないと僕の中で思ってて。で、しかも、とはいえね、4300メートル小標高が、まあ、病院なんてあるわけないし、あ、これやばいなと思って。で、まあ、とりあえず、ひとまず、まあ、寝ちゃいけないんですよ、高山病かかったら。寝ると、酸素を取り入れる量が少なくなるから、基本的に起きてなきゃいけないんですよ。まあ、どうしようと思って、ロッチの人に相談したんですよ。ロッチのオーナーの人に、ちょっと、
ですよ。高山病っぽいみたいな。で、熱測ったら38度くらい熱があって、あ、これやばいぞってなって。まあ、それで、ロッジのオーナーの人に紹介、あ、紹介じゃないや。ロッジのオーナーの人に相談をしたんですね。で、そしたら、あの、オーナーの人が指を指して、あそこの山を登れ、みたいな。で、その山がだいたい標高で5000メートル行かないぐらいかな、の山だったんですよ。で、こいつは何を言ってるんだと。俺は、もう高山病で動けなくて、体調がやばいっつってんのに、なんで今から山登んなきゃいけないんだって、思ったんですけど、その人が言うには、とりあえず、その高山病の症状の原因っていうのは、体内の酸素が足りないからだと。だから、とりあえず山を登って、とりあえず動いて、もうたくさん息切れをして、たくさん水を飲んで、酸素をとりあえず取り入れると。で、山登って、帰ってきて、すごい疲れて、たくさん息切れして、酸素を取り入れて、それでも高山病治んなかったら、お前は降りた方がいいって言われたんですね。そっか、そういうことかと。要するに荒事情だなと思って。しょうがないから僕登ったんですよ、山に。もうこんな苦しくて。登ったのは翌日なんですけれども、その翌日になって、まあ、その日はもう移動できないから体調悪くて。だからもう2泊するから、つってもう2泊分の宿代払って泊まってたんですね。で、その時に5000メートルに山登ったんですね、僕は。登ってもう死ぬかと思うぐらいきつくて。もうそれこそ息切れなんてレベルじゃないぐらいでもう息切れしまくって、で、水もとりあえず多めに持っていって飲みまくって、で、登って降りたんですよ。で、そしたらね、高山病の症状がね、治ったんですね。全然なんか、すっきりしだして。で、まあ念のため高山病の薬も定期的に飲んでて、もうそれでね、その高山病の症状が出た翌日、丸一日、の、その、貧乏地に滞在日に、まあ山登って帰ってきて、まあ往復で4時間ぐらいだったんですけど、で行って帰ってきて、でまあなんかしばらく、その、ね、食堂みたいなところで、またレモンティー、あったかいレモンティー飲んで、まあ、ゆっくりしてたらね、体調が元に戻ったんですね。あ、よかったと思って、これ高山病治ったっぽいなと思って。でまあオーナーの人に、なんか高山病の症状収まったから、明日、その次の町に進むわっていう話をして、で、それでね、オーナーの人がね、高山病治ってよかったね、つって、これで治んなかったら今からヘリコプター呼ぼうかと思ってたよって言われて、あ、結構ギリギリのとこまで、体調やばかったんだなって、まあ正直その時はヒヤヒヤしましたね。まあね、結果的にね、まあその後まあちゃんと、無事に高山病の症状も出ずにベースキャンプも行けたし、僕はチュクンリーっていう山でも登ったんですけど、そのチュクンリーも無事登れたし、で、無事に、戻ることができたんですけれども、まあそうですね、3週間かけたそのエベレストトレッキングで唯一、ちょっと下山を考えたっていうのはその高山病の時だったんで、まあね、もしね、高山病の症状が出たらね、まあ、ひとまずたくさん水を飲んで、高山病の薬を飲んで、高山病の薬はカトマンズに腐るほど売ってるんで、まあ言えばすぐ300円ぐらいで買えるんでね、で買って持って行ってください。300円もかかんないよ、100円ぐらいか。ちょっと忘れたけど。まあ、大体エベレストトリッキングとかの途中リタイアの理由って、ほぼ 100% 高山病なんで、まああとは怪我とかですけれども、ほぼ高山病だそうです。というわけで、まあね、エベレストトレッキング行く際はね、その高山病のね、対策だけはね、しっかりしていった方がいいと思います。とはいえね、やっぱ、なってしまうものなんでね、まあなってしまったらね、まあ、無理しないで降りるとかね、そういったものを考えた方がいいかなとも思います。というわけで、エベレストトレッキング、高山病のになって大変だった思い出のお話でした。まあね、エベレストトレッキングいろいろ思い出があって、まあ、こんな感じでちょいちょいね、いろんな過去のね、エベレストトレッキング限らずね、まあ、その過去の旅行なのかもね、思い出も話したいなと思ってるんで、今は旅行行けないし、というわけで、まあ、もしね、こういった旅行お話ししてほしいなと思ったらね、コメント欄とかにね、なんかいろいろ書いていただければぜひぜひお話ししますんで、よろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。